懐かしいの。お前が子供の頃はよくこうして流してもらったもんじゃ。よくお父さんに怒られましたっけ。もっと強く洗えって。あ、お父さんどうしたんですか。背中の皮が剥がれてるじゃないか、ヘドロ兄さん。そんな、お父さんは釘を打ち込んだヘチマで体を洗っていたんだぞ。